なんか手で上げてるよね。斜めに入った。手で打っちゃってる感じがする。すごく手がすごい。手がすごい。もうちょっとこう腰でこう打っていきたい感じです。分かる。でもそれ、はい、それやったらなんかいつも左に、あそれで右にフォロー出してばいいんだけどね。それができなくていつも左に引っ張って、ああ左に行っちゃうんだ。左に。ああなるほどね。難しいよね。難しい。さあ狙っていきましょう。ほっぱ、はい、いいんじゃない。いいよ、いい感じ。落ちて、あー惜しい。いや惜しい。今めっちゃいい感じだったよ。今ね。うん。入れなきゃ。ああ押した。追いかけて出した。いやーちょっともう。ナイス。はい。すごい調節しちゃった。すごい調節した。なんかね、今手首で超調節しちゃった。嘘。私もやったらなったから。あれぐらいの距離を入れるようになりたいです。あ、すごい後ろに飛んだ。ナイス。いいね。やばい。これ砂じゃん。砂です。上からっていうよりかはレベルでこうスワーって打とうと思ったんですけど、意外に手前に当たっちゃったので、もうちょっと簡単なクラブで打ったらよかったかなと思いました。ユーティリティとかで。ちょっとウッドだと下についちゃってダメでしたね、うんうん、はい。一番アイアンいきます。右目から気持ちは。いいよ、今のは。完璧だと思う。おー、ナイス。さあ、綺麗に打てました。今何を気にしたかと言いますと、体重をちゃんとここのかかとに乗せました。テイクバック。ここね、でそこから起き上がらないで、左に。いう感じです。やっぱそっち行くんだね。まあ、でも超えるよ。オッケーオッケー。多分ね、左向いてんじゃない。うん。向いてる。向いてる。あっちにいる。だから構えた時にもう肩がこうも入っちゃってるのかもしれない。ああ、はい、だからしっかりまっすぐ構えた時に肩を。こうね。そう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 。はい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 。多分こうなって、うんうん、テイクバックしてこう行ってる。うん、しっかりまっすぐ頑張って。分かった。うん。あとですね。フックなのかな。分かんない。
パーですからいいんです。あなた手で打っちゃっているので、こう、そう、それでスースーと、スースー、そうそうそう、ほら、ほう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 、そう。でもなあんまちょっとまだ慣れない、インパクトでバチってやっちゃってるから、うんうん、これぐらい離していいの？で、ひょうひょうと、ひょうひょう、うん、ってこと、そう、こんな感じで同じ速さでこうやって打てる、うん、いいんだけど、持ち上げてから一回なんだろう、カクククってなってる、こうやってね、なんだろうね、あの木に向かっていきます。山行っちゃうんだけど、この木の上ぐらいだよね。そうですね。お、あっち行ったわ。まあでもバンカー越えた、バンカー越えた。あ、耐えた、大丈夫。あ、でも、でかい、大きいかな、大きい、耐えたんだけど、うん、耐えきれません、足が、足が足が耐えきれてないのか、こうね、え、この角度、あ、そう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 、手首がね、もうちょい登ってほしいな、よかったけど、今は良かった。今良かった、うん、この角度、そうそうそう、こうだったもん、そう、こう打ってたのをこうにしたの、うん、そうね、そしたら距離感わからないけど、うん、変なトップとかはしない、あ、なくなった、あとはもうちょっと短すぎてピョコピョコなるほどね、そうそう、あとは距離感、距離感ね、距離感です、距離感、いつもさ、うん、あの、あそこの真ん中のフェアウェイを狙って打つとバンカーに入るから、うん、あえて左のバンカーを狙って打ったら、あ、右に行くかな、ちょうど右に行くから残るんじゃないかな、うん、新しい作戦、そう、新しい作戦、左のバンカー入るのに170度だって、170ヤードだから、やっぱあのブロッコリーを狙って、ブロッコリー狙って完璧に打つしかない、バンカーだ、もっと左行った、ハートの方、嘘、そうそうそう、すごいとこ行っちゃったね、ここはちょっと行きやすいですよ、行きやすい、バンカー外すって考えたら絶対バンカーに入れるの、いつも、うん、だからもう左のバンカー狙いで、うん、もう入れる、入れる、あ、左のバンカーにまっすぐじゃん木に当たりそう、本当に綺麗に行っちゃったんだけど、なんかこういう時だよね、本当に考えた結果、左のバンカーに入りました、おめでとうございます、素直です、素直にね、素直にね、はい、バンカーには入ってない、あ、2個ある、2個ある、ある、あ、2個あった、イエーイ、セーフ、仲良しです、よかったです、あ、ナイス、ナイスー、イエーイ、うまいねー、うまいねー、ちょっと飛びすぎたかな、
なんかしっかり打たなきゃダメ、うんうんうん、でもパチンっていうパンチじゃなくて今ぐらい今のでもパンチ入ってない入ってない入ってないそう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 あの感じ弱い時もあれあの音が鳴るぐらい、うんうん、音がいいそうそうです。ありがとうございます。いい。ちょっと方向が悪かった。うん。やっぱ右に切れた。うん、けど、そうそう、それぐらいしっかり。ちゃんとまっすぐは引けてた。うん。そうそうそう、そんぐらい打って大丈夫。今。ちっちゃく引いて、しっかり打つ。ちっちゃく引いてしっかり打つ。うん、なんでちょっと。外したの外したらダメよ、ま、もうカップに向かって打ってカップに向かってそうはぁはぁはぁ以上ですありがとうございましたありがとうございました今日は練習ラウンドっていうか久々のラウンド久々のラウンド、うん、あと初おっぱちゃん出演ありがとうございましたでもなんか撮られながらとちょっと難しいでしょ難しいねそうだよね、うん、ちょっとでも今度はちょっと改善してくる改善してくる改善してくるもし次回あるならばちょっとなんか、うん、リベンジできるのならばリベンジできるならば改善してくるそうなので、うん、皆さん高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしておりますお待ちしますあとおっぱちゃんもインスタグラムやってるのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあねなんかあんまりみんなラウンド中喋ってるけど、うんうんうん、打ってあーとかこうだあーだって言ってるぐらいで、うんうん、って感じだよでもいつもさブツブツ一人で言ってるよね一人だけブツ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 だけ言ってる一人ごとみたいになってるんだよねそうそうそうなんかだなって昨日見ててよく喋るな一人なんか静かじゃん、うんうんうん、みんな真剣にいやまあそうだよね真剣であるな確かにそうそれだけ